こんにちは、速稼塾の久保です。まあ今まで何回かね、今年も去年もなんですけども、まあ皆さんにお伝えしてきたことがあります。まあとはいっても皆さんっていうほど大勢の人には伝わってないんですけども、どうもね、速稼塾の塾生だとかね、久保哲郎の弟子だという触れ込みで商品を販売したりコンサルの料金を受け取って、その後姿をくらましたり、いきなり対応が悪くなる、まあ、そんな人物がいるそうなんですよ。で、いろんな証拠画像とか、やり取りをしたスクリーンショットとかね、それから動画などが送られてきまして、まあそのね、詐欺を働いてるのではないかと、いろんなクレームがある、その方の、販売サイトなどが私のところに送られてきます。でも未だに、なんかお金を取られて戻ってこないって人が新たに生まれるってことは、おそらくその詐欺なりなんなりで、お金を取った人に返金するものに対してね、どうやってそのお金を生み出してるかっていうと、新たなるインチキを始めて、誰かからお金をね、搾取して、それを返金に回してる、いわゆる詐欺の自転車操業になってるんじゃないかなと思いますね。だからね、本当に思うんですけども、もうね、話を聞かなくていいと思うんですよ。そんなものはないですから。それから、もしね、その久保哲郎の弟子とか速稼塾にもしいたっていう人がいて、その人からセールスを受けたんだったら、買う前にね、買う前に、入金する前に私に連絡をしてください。私がね、間違わずに、あ、そいつにはお金払うなと、危ないと言ってあげますから。真面目にやってる人に対しては、あ、こいつは大丈夫、自分の責任でやってるから、必ずしもうまくいくとは限らないけども、お金を取って消えることはないから、それでもいいんだったら信頼してみろというふうにお話しさせてもらいます。ただね、今回もう本当にね、数年にわたっていただいてるこの件はね、なくならないんですよね。本当にね、どうしてそんなやつになっちゃったんだって話なんですよ。で、今ね、1万2万も作るのが難しいそうなんですよね。まあはっきり言ってね、20万返ってこない、30万返ってこないっていうふうに言われるんだったら、まあ徹夜のね、工事現場でもガードマンでもやって、それこそ命を削って最優先でお金を返すぐらいの誠意はあってもいいと思うんですけども、どうもちんたらちんたらね、何ヶ月も何年もかけて返すつもりらしいんですよね。まあもちろんそのぐらい請求を責められてる、要するに詐欺を引っ掛けちゃった人がいっぱいいるってことなのかもしれませんけども、ちょっとね、もっと骨身を削った方がいいんじゃないかなと思いますね。それだけのことをしたんだったら、人の信頼を食い物にして、要するに逃げてるわけでしょ。いやもうそんなね、やつはもう破門ですからね。まあ破門以上の絶縁状ですね、これはね。で、当然ですけども、私のつながりがあるものには、すべてにもう観光令を引いてますから、もう付き合うなと。口を聞くなと。お前金返せって言ってやれと。だからね、これ誤解とかで何でもなくって、意図的にお金を盗んでる、お金を受け取って何もしてないとかね、不十分な対応してるってことなんで、悪質なんですよ。で、しかもそれに対して返金求められたりとか、まあ行き詰まってもうこれ逃げられないなと思ったら、新たなる詐欺を仕掛けて、そっからお金持ってきて、それまでの被害者に少しずつちょろちょろとお金返してるわけなんですよ。ひどい話だと思いますよ。一応名前は出さないですけどね。でもこの動画見て、あ、俺のことだって感じてるんだったら、そのぐらい私はね、本当にね、呆れ果ててるというかね、怒りまくってますよ。私は隠居して5年です。その詐欺を働いたとされてる方との関わりはもうないです。ないんだけども、こんな形でね、そいつのことを思い出さないといけないと思うと、それまでに築き上げた思い出とか信頼関係は、私からもね、もうね、縁を切らしてもらわないとしょうがないですね。ビジネスのスキルっていうのは、人を騙すために使えばすごいね、騙せるんですよ。だからこそやってはいけない。信頼して、なけなしのお金ですよ、皆さん。それをね、一括で支払うことを要求するわけでしょ。で、勇気を持って、よし、人生変えるぞ、はいって渡したお金と共にドロンと消えるってどんな思いがするのかね。それを知っていてやるわけですから。その、まあ、やつも、お金がないことの苦しみは知ってるはずなんですよ。なのに、自分以外がお金がないこととか、自分がそういった被害者を生み出していることについては、何とも思ってないっていうところがね、
ひどい話だなと思いますよ。もうね、私はね、もう名前も言いたくないし、会いたくもないしね。それこそ、池袋暴走事故じゃないけども、即服役してもらいたいですね。詐欺をしてるわけですから。大詐欺ですよ。金を返せば済むって問題じゃないですからね。それこそ、勇気を持ってビジネスをしようと思ってね、飛び込んできた人の全てをね、もうないがしろにしてるわけですよ。人権を破壊してるのと同じですからね。あんまりだと思いますよ。うん、あんまりだろ。なあ。そう思わないかね。うん、まあね、名前は出さないけども、もう言われてる本人はわかるでしょ、これで。私がどんな気持ちかもわかるでしょ、もう。何なんだよと思いますよね。ビジネスのスキルを本当にね、人を騙そうと思えば、いくらでも金引っ張ってくれるんですよ。それを分かっていて使ってるわけなんで、ひどい話だと思いますよ。例えて言えば、ミサイルを発射したら誰かが死ぬって分かってて、ミサイルを発射してるんですよ。いや、俺はボタンを押しただけですっていう言い訳が通用しないですからね。でも取り返しがつかない。本当に。人の信頼を裏切ってしまったら。まあ、それはね、ないと思いますよ。うん。ダメだ。うん、お前はダメだ。本当に。もう絶縁状ですよ、絶縁状。まあ、絶縁状別に書かないけど、まあ、一刻も早くね、返済してやってください。のしをつけて。のしをつけてね。利息をつけてですよ。それからもうね、二度とビジネスの世界に現れてほしくない。ビジネスじゃないんです、それやってることが。単なる騙しとか銀行強盗とかでしょ。人によっては30万のお金を払って何もされなかったら死んでしまうかもしれないんだ。殺人にも近くなるわけですよ。お金がないってことは人が死ぬってことなんでね。まあ何をね、学んできたんだと。どんな、本当にもう、長くなるんでもうこの辺にしておきます。うん。怒り。怒りだ。うん。じゃあ、以上です。じゃあもう、ね。ドキッとした人は反省してください、ね、長い付き合いだったな本当に、うん、終わり。